オープンキャンパスが行われたのは3つの専門学校を運営している大分市の大原学園大分校です。このうち自動車整備士を養成する県内唯一の専門学校では、校内にある整備場に卒業生が用意したスポーツカーが登場。参加した高校生8人はカリキュラムの説明を受けた後、実際に車のエンジンをかけたりして車の構造を学んでいました。整備士になるのが夢で来ました。めっちゃ楽しかったです。お客様の期待に応えられるように、しっかり整備していきたいなと、そういう整備士になりたいなと思いました。大原学園では多くの生徒に自動車整備に興味を持ってもらえたらと話しています。